立憲、枝野代表。新型コロナ対応は憲法改正なしで可能。ガネットで話題。内容はこちら。立憲、枝野代表が、新型コロナ対応は憲法改正なしで可能と発言したようです。では、記事の一部を引用しご紹介いたします。憲法記念日の3日、立憲民主党の枝野代表は、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う緊急事態への対応は、憲法を改正しなくても可能だという認識を示しました。立憲民主党の枝野代表は、憲法記念日の3日、党のホームページに動画のメッセージを掲載。新型コロナウイルスの感染拡大防止に向け、より強力な私権制限が必要で、緊急事態に関する憲法の規定が必要だ、との指摘が一部であるが、明らかな事実誤認だ。屋内退避の指示などの規定がある災害対策基本法の災害に新型コロナウイルス感染症を加えれば、場合によっては法改正すら必要ない。ましてや、憲法の制約でやるべきことができないということは全くない。いやいや、今の日本の状況を考えたら、どう考えても改正が必要でしょ。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。まあ、文句だけ言って無責任に国民を守る気もない、邪魔するだけの人は、そう言うでしょうね。何か協力しましたかね。大事なのは、いかに国の権限を限定的に、私権を制限するか。現状穴だらけでしょうに。憲法が穴だらけだから、今日本がこんな状態になってるんですよ。次はこちら。自分は憲法を好き勝手に解釈するくせに、立憲民主の資格なし。9条も24条も改正したらいい。今後の日本を守るためにも憲法改正は必須だと思います。立憲民主党はコロナ危機で疲弊する国民をちゃんと見ていますかい？次はこちら。対応可能というなら邪魔するな。こいつらが口出さないだけでもっと迅速に物事が回るだろ。国家の安全より過剰すぎる人権が優先なんでしょ。新型コロナに対処できるとして、さらなる強烈な感染症などに備えた危機管理は必要なのではないか、と思う。立憲民主党は、本当に日本の国益を考えていますかい？今回の発言を聞いても、そうは思えません。最後はこちら。でも、都市封鎖法案作ったら反対するんでしょ？立憲民主党が反対すればするほど、改憲が必要だと実感します。何でも反対の姿勢で、この状況を打破できるのでしょうか。もっと真剣に、日本の国益を考えてください。結論。立憲民主党が、なぜここまで支持されないのか。それは、反対の姿勢が目立ちすぎるからです。何でもかんでも反対のイメージがこびりついた立憲民主党。そんな姿勢で国民から支持を得られるわけがありません。それはこれから先もずっと変わることはないでしょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。